そして、その一番最初のね、はい、あなたが書いたものはどのような、はい、何という題のどういうものだったんですか。アガサ・クリスティ の、うん、あの検察側の証人というやつを書いたんですね、うんうん、これはあの学生の時にもあのそのさっき言った学園祭でやるというやつにもとを、まあ、基本にその時も書いたんですけど、まあ、それを舞台バージョンにちょっといろいろと変えて、要するにアガサ・クリスティの本を、はい、脚本にしたという。そうです。わかりました、はい、あ、なるほどね。それがあの初め。そうです、一番最初です、うん、でそれでそれはどこでやったんですか。それはあの 県民会館のですか、小ホールで。あ、昔のね、今はなき、うんうんうん、でそれは登場人物は何人だったんですか。8人くらいいましたかな、うん、で集めたわけ。こういうそうです。最初 の、 その山岸の思いっていうのはその劇団にとらわれずに、とにかくこの芝居をしたい人を集めたい、で一回こっきりで、うん、あの解散をするという形がベストだということを彼女はずっと言ってましたんで、うん、本当に、まあ、他の劇団から、まあ、借りてきたり、あるいはその新人を育てて、まあ、役者にしたりということを、まあ、言ってましたけどね。うん、ああそうですか、はい、純粋のオリジナルのものは、はい、その後、はい、その後に、あれは、演劇祭っていうんですかね、うん、まだ、まあ、今はあんまり表立って活動はないんですけど、何でしたっけ、演劇協会、山梨県演劇協会ですか、うん、あれが、まあ各年で行うあの演劇祭がありまして、うん、まあ、それにちょっ と、まあ、参加しないかということがありまして、でその時に初めてオリジナルをあのステッピン山梨。そうです、まあ、なるほど。それは何年前ですか。それはもう何年になりますかね。7年、うんうん、6年くらい前になりますか、はい、それはどういう題の、どういう、それも新しい朝にという、ん、新しい朝に、新しい朝に、はいはいはい、タイトルです。でどういう 何時間というか何分ぐらいの。そうですね、1時間40分くらいでしたか。あ、結構長いお芝居ですね。はい、1時間40分というと、あ、どうせあのワープロでしょ。そうです、原稿用紙にこう書くってことはないですね。ワープロです。ああ、僕たちの若い頃は原稿用紙ですから、はい、原稿用紙ですとね1枚1分でしたからね、芝居っていうのは140枚。ああ、すごいな。どういうお話なんですか。これが苦しんだんです。実はとても苦しんで、うん、あの戦争の話を書きたかったんですね。それもあの未来の戦争の話を書きたかったんですけど、ちょうどその書いてる時にですね、あの例 の、 あのサリン事件がありまして、オウムの、オウムの、うん、内容がほとんどあれに近くなってしまったんですね、うんうん、いわゆる の、まあ、あれで言うと、まあ、教祖がちょっと暴走したという形ですけど、いわゆるその、まあ、日本の中でそのクーデターが起きて、で その、まあ、軍隊がちょっと暴走していくという形にしたかったんですけど、うん、自分の書いてるものよりもその現実に起きてるものの方がはるかに面白いかったんですね、うんうん、本当に苦しんで、うんうん、あのそれこそ最後に書き上がるのが本番1週間前くらい、うん、ちょっと恥ずかしいような作品なんですけども、うんうん、はい、でもタイミング的にいいじゃないですか、観客からしてみれば。やっぱり書いていて自分のテンションが起こっちゃうんですね、うん、そのやっぱり毎日テレビで新しいニュースとしてサリンのことが入ってくる、でオウム の、 その隠されたいろんな殺人のこととかも入ってくる、うん、もう毎日テレビがのはるかに面白い、もう自分の書いてるものがどれだけ本当にバカらしくなってくるって。山崎哲っていう作家知ってる、はい、知ってます、ね、彼も同じようなこと言ってたな、はい、うん、彼がね、山崎哲という人は実際にあった事件を取り上げていくつも本を書いてたんだけど、はい、オウムの時にもう現実の方が面白いっていうことでね、その後しばらく何も書けなかったっていうことをね、この間ね、あのテレビのね千田さんとの対談でねちょっと言ってた、私聞いたんですけどね、ちょっとそういう感じに似てるんだろうね、現実の方が面白すぎてっていうか劇的すぎて。そう、本当にショックでした、ある事件は。はい、まあ、いずれにしてもそれがまあ純粋オリジナルの山梨に帰ってきてからの処女作ですよね、はい、そうですね、はい、でその次はどんな、その次はですねあれタイトルはちょっと忘れてしまいましたけど、うんうんうん、あのまあ、入院のしてた時の話なんですね。で自分もちょっと足を悪くしまして、その時にこう
4ヶ月ほど入院したんですけども、その時 の、 あの病院の中の話を、あのちょっと面白い話があったんで、それをまあ書いたんです、うん、未来の戦争、はい、それから入院中の体験を生かして病院内の面白い話、はい、その次は、あでその次が、そうですね、正確に言うと、まあ、このデザートローズということになりますね。第3作目 ね、そうですね。そしてでその間にあの、うん、まあ、あれは何ですかね、ラブレターズというあの朗読劇をやったりとか、はいはい、してそれは演出をなさった。そうです、うんうん、当然山岸さん。そうですね。で男の方はどなた、あの時4人でやったんですね。1人はそのトビトビタというあの劇団十三番奏功というあの梨大の劇団がありますけど、その、まあ、人と、それからあとはあの、伊達という、あれは何でしたっけな、今はもうなんか解散状態らしいんですけど、劇団サラダですか、の主催の、知らない、あそうですか、その主催者だったんですけど、うん、まあ、彼と4人でやったっていう意味は、でもう一人女性、そうです、あのということはこう、そうです、つまり4バージョン作ったんですね。つまり同じ本なんだけども、うん、演出の内容を変えて4つの全く違う作品を作ろうって思ったんです。だから、あれは確かフジテレビか何かのアナウンサーだかがやるんですよね、確か年末に。僕は知らないけど、そうですか、確か毎年やってるんですけど、うん、でそれはもう本当にこう椅子に座って本を読むっていう形、うん、まあ、もちろんそれも一つやるんですけど、うん、例えばそれ以外に、役者に、まあ、自由に作ってもらったんですけども、もう手紙をの、あのお互いが読む形なんで、うん、あの本ではなくて手紙にして、うん、でそれをその、いろんな形に変えていくという形とか、うん、あるいはその結末をちょっといじって、うん、結末を変えてみるとかと、うん、いう形で、全く違う場所。じゃあ、もともとの本に書いてあるそのセリフね、はい、というものもいじったわけ、多少。そうですね、いじったものが一つあります。そうです、あとは3つはいじれなかったんですけど。あ、そうですか、はい、あ、なるほどね、わかります。それは何か記録はないですかね。あ、ありますけど、どういう形でありますか。ビデオでありますか。ビデオテープであります。見たいなというのは、あれは基本的には放送劇みたいにね、はい、してもいいものだし、はい、それからテレビのような形でもいいし、はい、わざわざ舞台でね、役者さんが出てきてやるという必要性もないかもしれないという感じもしますよね、はい、だから今のインターネットなんかで、ね、どっかの人が毎日ね少しずつあれをやってればいいんじゃないかなって思うんですけど、そのあなたがおやりになった時は舞台でやったんですか。そうです、舞台です。あの人を集めて、はい、ある日1日とか2日とか、あの場所はどこで。20号線甲府バイパス沿いにボデガーというあの貸しスタジオがあるんですけども、うんうんうん、そこでやりました。そうそう、人間、あのお客さんは何人ぐらい入れるんですか。そうですね、一公演100人くらい。あ、結構入れるね。ぐらいですか、もうギュギュ詰めて、本当にあの東京でやってる、うん、本当に基本的な小劇場タイプっていうんですかね。やっぱりあれですか、あの役者が2人座っていてという形でという形もありますし、立って自由に動かした場合こともしたの。あります。なるほどなるほど。それからあとは、一つのやつはベッドを、持ってきまして、うんうん、ベッドをせ、まあ、のセンターに置いて、うん、そこで役者が上手下手入れ替わりながらやる。なるほどね。ああ、そうですか。そしてこのデザートローズ、はい、山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。